ルーちゃんが終わりましたらスタンダードクラスに移ります。スタンダードクラスは6頭の出走となっております。さあここはインコントロールでフレーム、ここの下りは素晴らしいスピードをつけて踏んできました。さあここからドッグオーク、ドッグオークの下りも確実にクリア。さあここから足でハンドラー引っ張って、とここは中を抜いてスラロームだったんですが180度のハードルを飛んでしまいました。ここで失格となります。はい、ありがとう。